皆さんお元気ですか？そうです。今回は丹田の鍛え方のその3としまして、立前丹東高のやり方、丹田と軸の丹田で必ず強くなると題しまして、立前のやり方を説明していきたいと思っています。立前は丹東高とも呼ばれ、中国の武術修行において最初に学ぶ基礎の形です。しかしこの立前丹東高を怠りなく行うと、気が丹田に集まり充実してきます。その結果、立前丹東高は全身の気が大地の気と一つとなって、しっかり根付いて大地とつながり、心と体が非常に強くなってきます。そしてそれまでの自分とは次元の異なった能力が発揮できるようになってきます。これはとても不思議な現象とも言えるでしょう。この自然現象は実際にしてみないことには体感できるものではありません。しかし鍛錬を通じてこれを行っていくことによって、幸福感を満喫できる生活が実現できるようなことが起こってきます。どうぞ一人でも多くの方に実感していただきたいと思ってご紹介するわけです。このチャンネルでは、人生をよりよく生き抜くため、いわば運命を開くための様々な情報や実践法を分かりやすくお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。立前丹東高のやり方、まず両足は肩幅もしくはいくらか広いくらいに、ちょっと広いくらいに開いて、足の外側すなわち小指からかかとにかけてのラインが平行になるようにしてください。体重はもちろん両足均等で、膝を少し緩めてわずかに曲げ、ちょうど高い椅子に軽く腰掛けたような感じで、膝をつま先より前には出さないようにしてください。これ大事なところでして、膝に負担がかかるような形でつま先より前に出てますと、膝を痛めるケースが非常に多いので、ちょっとしたことですけれども、これは気をつけてください。そして両腕を体の前に出して輪を作るように丸くして、手首の関節も緩めてください。両手の先はだいたい10センチから30センチぐらい離して、指先がわずかに下を向くように向かい合わせるようにします。そしてこの両手は体から25センチから30センチぐらいの位置で、棚心、手のひらを丹田に向けるようにします。そして手の指は玉を軽く握っているような形で、両腕でボールを抱えるような感じにします。この形ができましたら、ここから意識を頭のてっぺんから整えていきます。まず頭頂の百会と言いますと、頭の真ん中から中心線の真ん中からちょっと後ろの部分になりますけれども、その百会の部分から髪の毛一本で吊り上げられているような感じが出るように、顎を軽く引き寄せてください。この顎を軽く引き寄せて頸椎を伸ばしますと、この上からほんの少し軽く引き上げられているような感じが出てきますから、それを捉えてます。ですからこの時の注意点としては、無理やり筋力といいますか、力でもってギュッと顎を引きつけるというよりは、軽く引っ張られた感じにすると顔がちょっと下がって上に引き上がる感じになりますので、その状態を意識するようにしてください。これは太極拳的に言うと、ここに書いてあります難しい字で虚礼長形と読みますけれども、虚礼長形と言われている状態です。ここには非常に深い意味もありますけれども、今回はとにかく丹東高の基本的なやり方の説明ですので、詳しい説明は省かさせていただきます。それができましたら、次に肩から力を抜きます。この時の要領は、両肩は左右均衡にし、ということは両肩の高さを揃えてですね、首がまっすぐに立ち上がり、
両耳が両肩の上に位置するようにして顎を引いて、上から見た時に鼻先とおへそが同じ位置になるようにまっすぐのラインでもって整えます。そして肩の重みを感じるという形でそのまま放置してもらったらいいです。肩の力を抜こうとすると逆に力みが入りますから、肩の重みを感じてるという形でその放置するんです。そして肩と肘の力を抜き、自然に下に落とすように重さを感じられるように脱力をすることが必要になります。そして次に胸ですが、太極拳ではこれを眼胸抜杯という言葉で表現しております。一旦背骨をまっすぐにして胸を張って、それからゆっくりと元に戻して、その時の注意点が背中を猫背にするのではなく、自然に胸を落とした時にこんもりと背中が丸みを帯びる自然な状態にしてください。これが眼胸抜杯という形になります。そしてここからが大事な成果丹田のところになります。丹田を中心に下腹部のあたりはちょうど腰部の関節、腰の関節と筋肉を緩めて、まず先に骨盤の位置をしっかりとして、へその真後ろのところに名門というツボがあるんですけれども、図で見ていていただきますと分かるように名門というツボがありますが、このへその後ろの名門を自分の軸を百重の部分から髪の毛一つで吊り上げられたような感じにしっかりと立てたままで、名門を張り出すという、後ろに張り出すという意識を先にすることで、その下の仙骨を下に緩めるようにすると、この背骨の間、椎骨の一つ一つの関節が開くので、骨盤を動かさずに仙腸関節によって仙骨の部分だけを内側に収めることによって、股関節が畳まれた状態のままで下腹部が落ち着いた状態を作ることができます。非常に難しい表現になってますけれども、これが実は非常に大事な部分なんですけれども、最初のうちは写真を見て外形を整える状態をして、ある程度形が定まってきた段階でもう一度ここのところをですね、よく読んでいただいて、仙腸関節であるとか仙骨の位置であるとかというのを、解剖図を見てください。解剖図を見ていただいて、その解剖図と自分の実際の体の位置を確認した上で、先ほどこの動画で説明した文章を確認していただいて、その形を作るようにしてください。そうでないと最初からやりますと非常に難しくなってしまいますから、そこのところはまず形を作るというところで受け流していただいておいていいと思います。そして次は膝ですね。鼠径部をしっかり畳むことで、鼠径部というのはちょうどこの股のところですね、鼠径部を畳むことで内側にラインを立てる、そして膝は安全な位置を保つ、これは膝がつま先より前に出すぎるような状態を作らずに、地面からなるべくまっすぐ膝から下が立ち上がってる状態を保つようにしてください。そしてただそれだけでいいんですね。重心が後ろに乗ってるような感じになりますが、それをお尻はしっかりと仙骨を収める意識と膝を緩めていく意識を同時に働かせることと、あと陰部と言いまして、ちょうど肛門の少し前に、ある臼つぼになりますけれども、この陰部と肛門を実は力を入れるのでなく、意念ですね、気持ちでもって開いてわずかに上に引き上げるようにすることで、ちょうど真ん中でバネが押されて下がるように、真ん中にじわーっと仙骨を収めていながら膝が前に出ないように収まっていく
ことを上から順番に同じに意識しといて、顎を引いて上から引っ張られている感じで胸が緩んで、かつ下腹部が充実して抱えているような意識、それに鼠径部が畳まれて膝が前に抜けていないでしっかりと仙骨が入って命門が張り出ている状態と、最後は足首なんですけれども、足首はとにかく力が抜けている状態で下にじわっとした形で引き込まれるというような形にしていただくわけです。そして足首、膝、鼠径部が緩んでいる状態で静かに自分の中心軸を揺らぎながら探って、その揺らぎの中で自分の軸というとエネルギーの力が立っているところに自分を引っ張り込んでいくような感じ、中心に集め込んでいくような意識を持っていただきたい。体を緩めるとその軸の中に体がはまろうとして自然にいい位置に入っていって、気持ちの良い状態に入ってきます。でその時にアルファーファが出ていると言いますか、ゆったりとした恍惚した状態に入っていくので自分でも自覚ができると思います。そしてあと両目は半眼にしていただいて、まっすぐ眉を見たまま、まぶたを自然に緩めるか、あるいは上まぶたにカーテンを垂らすようにして薄めにするだけの感じにしています。そして舌先を巻くようにして上顎に軽くつけて、その丹田中は膝をずっと上顎につけたままにします。そしてここからイメージを使って足の裏を地球のコアに自分の根を差し込む意識を呼吸と合わせて下に意識を落とすと、かなり安定感が出てきますし、精神的にも落ち着いてくる感じでモードが切り替わるのが実感できると思います。気持ちが切り替わって充実感が重力にぐっと引き寄せられている感じ、自分の力で差し込むのではなくじわっと重力で地球の中心に引っ張られていくような感じが実感として出てくると思います。そして上の方ですけれども、この中心軸のラインがぐーっと入っていく感じがしっかり明確に出てきますと、100円のところに反応が出てきまして、上にこう引っ張り上げられている感じ、足の場合だとその足の有線というツボに反応が出てきて、やはり呼吸をするたびにエネルギーが出入りする感覚というのが明確になって出てきます。この出てきているか出てきていないかという感覚によってしっかりと自分がどういう状態であるというのが分かりますので、それをしっかり一つのバロメーターとして、その感覚がなければどこかに途切れがあるわけですから認識できるので、確認しながら取り組んでもらえたらいいかなと思います。そして立前はやはり基本は脱力、リラックスが前提です。意識を丹田に集中させることです。気は意に従って集まってきますが、内気が十分に集まってくれば丹田に熱感、あったかい感じや充実感、また心気が脈動する感覚などを感じることができます。イメージ的には筋肉というよりは骨だけで体を支える感じです。もちろんその筋肉は使うんですけれども、脱力をして気をうまく巡らすことができるちょうど良いその状態というものを探して体を調整していく感じでやってください。そして立前丹東高に取り組むメリットというのは、上げ始めたらキリがありません。精気を丹田に集め、経血を開いて経絡を疎通して、まあ、体調が悪かったり病があればその病を取り除き、病気を治療すること、そうして健康状態を開発するとともにですね、潜在能力を開発するための原動力というものがこれで蓄えられます。ですから初めは5分から15分くらいで徐々に時間を伸ばし、まあ、最低30分ぐらいは立てるように
していってください。今回の内容はいかがだったでしょうか。今回も最後までお付き合いをいただきありがとうございました。本日の内容が少しでも良かったと思えてもらえたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの二度とない人生を、悔いのない充実した豊かなものにするための一助となることを願っております。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。